伊ダ製の図解伊ダ製とは、中国の古代王朝である州で施行されていたと言われる土地制度のこと。州公譚が整備したといい、孟子はこれを理想的な制度であるとした。まず、一理四方、九百世の田をイの字の形に九等分する。そうしてできる九区画のうち、中心の一区画を光電といい、光電の周りにできる八区画を四電という。 私伝は、それぞれ八家族に与えられる。公伝は、共有地として八家族が、共同工作し、そこから得た収穫を租税とした。以上のような内容が孟子によって語られているが、ほとんど伝説上の制度と言ってよく、その実態は依然として不明である。1920年には古敵が、ギリニシエの立場から架空の制度であると主張し、論争になった。なお、 畝というのは中国で用いられた土地面積の単位で十歩、平方の土地、すなわち百方歩を意味する。一歩は六尺であるから、一世は六百尺四方とも言うことができる。差しの長さは時代によって変わるため畝の表す広さも一定ではないが、修大の頃の一世をメートル法に換算すると、およそ 1.82R であると考えられている。よって、 医学政における一区画は百世の面積を有することになる。儒教を胸とし、州の政治を理想とする政治家や儒家によって、しばしば参考にされている。また、日本の奈良時代に行われた、上理性もこれを参考にしたものと言われている。江戸時代、岡山藩主の池田三政、津奈政親子は、重心の津田忠正氏に命じて、干拓地に、とものぶ神殿を造成する際、 古代中国に習って、イ田製を適用した。友信神殿は、南北に長い長方形の上ェと、正方形の階イとからなり、甲楽園内にもこれを模した100分の1規模のイが、設けられている。儒教の理想的人生を実現すべく、上ェの造成当初は旧殿に一殿を公殿とする、運用で開始したが、やがて藩の財政危機や基金に見舞われて、 他の農地と同等の租税率に引き上げたため、実際には、伊田製として機能した期間は、ごく短い。下伊田は、庶民の教育施設として創立した静谷学校の、財政基盤を支える加瀬田に割り当てられた。洋広市長、西島佐田を寛役、高木里市見分け、歴史劇流、洋広市寺である歴史学者の奇跡東京大学、出版会、1995年。 ISBN 978から4から13から023044から552ページありがとうございます。